広島は中国安気象鉱山市県広島村にある村。2000年に世界遺産に登録され、2001年に中国政府国務院により、中華人民共和国全国重点文物保護単位に、2003年に中国歴史文化名村に指定されている。民進代の歴史建築が数多く残る村落で、家々をめぐる水路が完全な姿で残っており、 牛の形に例えられる村の配置は、紀州の村落の典型的な代表例である。安紀省南部鉱山市にある鉱山の南西陸に一致する。県の県庁からは、東北へ1 1トルの位置にあり、現在は、広島村陳がこの集落に置かれている。集落はファン山のあまり脈である雷、丘山を背後にし、西に谷川と羊山がに面している。全村面積は、 約28万平方メートルである。11世紀、北宋時代の清和3年に、王子一族により、集落が結成された。王子一族は、村が作られる前から広島に居住し、今では、王子一族の住まいとなっている。明朝の番劇頃に、村内にある泉を掘り、そこに、川の水を引き入れ、南湖を作った。朝中期になると、当時の村名、作。 広氏が六代皇帝兼流帝の名に当たるとして、広氏村に改名された。村内には、真の建物がおよそ140現存する。これらの建物はすべて、奇襲を基盤とする設計がされている。村内には水を供給する整備がされている。村の前景が、はっきりと死に例えられ、村内向かって、西の丘が首、出入り口が角、村の前後の橋が足となっている。 2000年11月30日、オーストラリア・ケアンズで行われた第24回、ユネスコ世界遺産委員会により、暗記南部の古村落として、西邸村と共に世界遺産に登録されている。建物は古代中国から受け継がれてきたレンガ造りや木造建築で建築されており、芸術的価値は非常に高い。また、新朝9代皇帝皆、 豊か門の時代、皆、豊か5年に建てられた大規模な住宅が現存し、住宅内部約2100平方メートルの規模を誇り、9つの中庭がある。この住宅は広島村の象徴となっている。何個この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。